それではまず最初にミス沖縄2017コバルトブルー町田真篤さんから沖縄の春についてご紹介をいただきたいと思います。町田さん、よろしくお願いいたします。皆様、ハイタイ普通用中ウガナビラ。私はミス沖縄2017コバルトブルーの町田真篤と申します。本日の沖縄の気温は25度と、この会場の熱気にも負けないくらいあちこちでございます。本日私は沖縄の春についてご紹介させていただきます。沖縄の春は日本一早い桜祭りが開催されます。私のおすすめは泣き陣城桜祭りでございます。世界遺産の泣き陣城と色とりどりの寒緋桜が大変幻想的でございます。おじいさまからおばあさま、お子さままでお楽しみいただけます。それではこれよりエイサーの力強い演舞をお楽しみくださいませ。一平二平デビタン、皆様連鎖ありよ。ありがとうございました。